社長はえっと今三代目ということで元々は全く違う会社にいらっしゃったと。はい、そうです。どういうきっかけでこの社長になられたのか。そうですね、はい。お父様が先代で創業者のおじい様あ。あ、そうです。祖父が創業して、ねえー、祖父の長男であった父が後継いで。はい まあ私長女なんですけども私が後を継ぎました、はい、といこと大学を卒業しまして私はあの総合商社に入社をしたんですけれどもそこで11年勤めてえっと主に貿易事務をやってました、はい、でその頃は全く自分が会社を継ぐなんていう気はなかったですしでまあ商社に勤めてえっとそこは11年勤めて辞めたんですけれども会社を継ぐから辞めたわけではなくて。そうなんですね うん、なんかちょっとやりきったかなっていう思いがあって、うん、そこはやめましたでその後実は10ヶ月ぐらいブラブラ何もしなかったんですけれども、はい、ただやっぱり会社のことは子どもの頃からなんとなくやっぱり気にはなっていて、うん、自分は社長の器ではないし、うん、自分は違うけれどもただ誰がまあ後を継ぐにしても、うん、家の会社あ、まあ、家業が何をやってるかっていうのはやっぱりちょっと。 知っておいた方がいいし、知りたいっていう思いがあって、リケンオプテックに入社をしました。ただし入社したときは週3日勤務のパート社員で入りましてパートさんからしたと。もう社員からしてみれば大迷惑ですよね。たまにしか来なくて偉そうにして帰ってくから、本当にあの頃私の私を知ってる社員の方に本当申し訳ない気持ちでいっぱいなんですけど。これが2005年。これが2005年でしたね。 会社に入ってでもずっとこんなんで、はい、そいいのかなって思いはあって、はいで,はい、でも会社誰がやるのかなって思ってこうだからといっても自分じゃないからってなった時に、はい、でもすっぱり辞めて、はい、何か他の仕事をしようとか違う人生を生きようっていう気持ちにもならなくて、はい、どうしようみたいな中で会社にね、えー、と研修のパンフレットが来たんですよ、はい、1>, 1枚。 いわゆるその経営をちょっと勉強しましょうっていう3日間のプログラムだったんですけどまあそこに行った時にまあ講師の先生いろいろいらっしゃったんですけどまあとある先生に出会ってその方にえーやっぱり会ったことがすごく大きかったんですけどもまあ会社に次ぐ。 会社社を継ぐ自自信信ががななないいし、し、長にるだからといってすっぱり家を見捨てる気にもなれなくてうどうしましょうっていう,、ね、し,ょうしょうもない質問を昼休みにしたら <laughs>、はい、あのその先生からまずあの自信がつくのを待ってたら多分一生つかないと思うから、はい、さっさと社長になった方がいいと思うってまず言われて。<laughs> はい 創業者とか起業っていうのは誰でもできるんですけど、はい、<の>始めるるのは誰でもでもきると、うん、後継者っていうのはその2代目3代目っていうのは何で2代目か3代目かっていうとその先代がいるから、えー、後継者だからだって後継者は誰でもなれるものじゃないからやっぱり継ぐものがあるまあしてやその会社の状態が恐ろしく悪くないのであるならばやっぱりそれは継いだ方があの。 すごく継ぐものがあるっていうのはすごく幸せなことだって言われてそんなものなのかなと思ってでもすごくそこで背中を押されてでそこの先生が主催されているビジネススクールに3年通ったんですねはいでまあいろんなことを学ぶ中ですごくまあ私の本当これターニングポイントもう変わったのが会社の歴史をとにかく調べるもう財務の面もそうだしまあ成り立ちと。 それをもうとことん調べるっていう作業そうですね、えー、作業とあとは自分自身の生い立ちを生まれてから今日に来るまでの生い立ちをこうずっとかえ、まあ、調,べ調べるっていうか振り返るっていう作業があってでやっぱりその幼い頃とか小さい頃の原体験というのはすごく今の自分に影響しているはずだからっていうのを、まあ、その2つの作業がやっぱりすごく、えー、私にとって。 本当に私の人生を変えたと言いますか、多分あれがなければ、社長にはならなかったんですけれど。その歴史を紐解いた時に、どういう感情というか。うん、そうですね。老いが湧いてきたんですか。歴史を調べていく中で、あの、うん、会社も生き物なんだなと思って。うん、生き物、やっぱりいろんなことがあって、会社もいろんな人生があって。うん、それ調べた時で、ちょうど会社が六十五年目ぐらいだったから。はい まあ人間で言えば65歳、うん、まあ65歳にもなりゃいろいろあるよねって、うん、ことで本当 <laughs> いろんなことがあったんだねと思って情みたいのがまず湧いて、うんでまあ、それを調べていく中で結構いろんな資料を引っ張り出してきたり、はい、昔の財務帳票とか出してきたりとか、はい、あと写真が出てきたんですけど、うん、やっぱりその写真は結構すごく心に響くものがあって、うん、写真当時の多分従業員さんたちが、まあ、なんかこう仕事をしてたりとか。はい あと多分休憩時間にちょっとこうタバコ吸ってたりとかあと何か多分会社で運動会かなんかやったと思うんですけど何かそんな写真とかそういうような写真が結構いっぱい出てきてみんなその写真がね笑顔だったんでですよであ,あ笑顔でよかったなと思ってやっぱり自分がもう名前も知らないような人たちだしもう多分 生きてる人人ななんんか一ももいないんですけどもやっぱりそういう方たちのおかげでまあ今の会社があるんだなっていうのはすごく。でなおかつそれと並行して今度はまあ自分のことを振り返ってた時にまあやっぱり何不自由なくここまで生きてこれたのってやっぱりこの会社があった利権オプテックというか利権レンズ工業があったおかげなんだなっていうのがありましてそれですごく感謝の気持ちとその写真の人たちは ももう名前も知らないし多分みんなもう生きてないですから、うん、何にもできないじゃないですかだったら、まあ、今いらっしゃる社員の方に何か自分ができることがあるんじゃないかなと思って、うん、まあ会社を告げたらと思ったんですけれどもね。感謝の気持ちとあとやっぱりその写真見た時のやっぱり。 この人たち今,今と違って、うん、今ってねいっぱい娯楽とかあるけど、はい、多分昔ってそんなにいろいろあったわけじゃなくて多分会社とか仕事ってすごく人生の中で大きいウェイトを占めてたんじゃないかなと思うんでやっぱりああいう写真を見た時にああこの人たちにとってうちの会社で過ごした時間がなんかちょっとでもいいものだったらよかったなみたいな、うん、まあそれは今となってはやっぱり。 確認する術は何にもないんでもうせめて今の社員の方にででききるここととをしていきたいなっていたなうところですかねちょうど1年少し経つんですけど正直あの私が社長になったから何かやったとか何かできたとか売上がすごく伸びたとかそういうのは残念ながら一つもないというかむしろ何もできてないんですが。 まあそれは言葉を返せば本当にこれまで先代と先々代が築き上げてきたものあとまあ社員の皆さんが作り上げてきたものがあるからこんな私でも社長になれたわけであってとにかく本当に社員の方と,社長えと会社とお客様にできることをしていくもうそれだけですね本当に。<laughs>